ポセイドンの陰謀によりヒルダが操られていたことを知ったジークフリート、ジークフリートはゴッドウォリアとしての誇りを守るべく、自らの命を犠牲にセイレーンのソレントを倒した。しかしそうしているうちにもアテナの命の炎は刻一刻と消えようとしていた。ソレントめ、口ほどにもない。しかし我がゴッドウォーリアは全て倒れたとはいえ、その役目は十分に果たしてくれた。なんだって？もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる？何としてもバルムングの剣を手にしてみせる。七つのオーディン・サファイアはすでにこの手の中に。あと少しなんだ、あと少し。まもなくアテナは死に、このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。邪魔はさせぬ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。ジークフリートの死に何も感じなかったのか。黙れ、もうすぐ全てが終わる。お前こそおとなしくしておれ。
我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。
ペガサ、おとなしくポセイドン様の軍門に下った方が良いのではないか。はっ。ニーベルンゲンリングよ。ガッガ上だったようだな。まあまあだな。アテナを救うんだ。オーディこの俺にバルブングの剣を。救わせたまえ。オーディ
に応えてくれ。なぜだ、なぜ。なぜ。答えろ、オーディン。ペガサスよ。北極海を望む開国アスガルドは太古の昔より海のサンクチュアリの勢力下にある、いわば属国も同様。つまりアスガルドの神オーディーンも海王ポセイドン様に逆らうことなどできるはずがないわ。バカだ。ではどうやってアテナを。アテナは救えぬ。そしてお前もアテナと共にメイドへ行くのじゃ。ニーベルンゲンリングよ。我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。オーディーン。何？オーディン・サファイアが。なんだあれは。まさか神話の時代、オーディーン自らまとったと言われる。オーディーンローブ。しかし、オーディーンローブが一体どうして。俺のクロスが。
オーディンローブが聖夜に。オーディンが自らのゴッドローブをバルムングの剣をセイントに与えるとは。オーディンがアテナのセイントに味方するとでも。オーディンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。このヒルダにとって神はもはやオーディンではなく海王ポセイドン様なのだ。オーディンローブなど恐れはせぬ。これがバルムングの剣なのだ。この剣によってのみヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを。恐ろしさ見るがいい。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。痛めつけられてもなお立ち続けているとは、往生際の悪い奴め。バルムングの剣よ。遅い。バルムングの剣よ。バルムングの剣よ。バルムングの剣よ。バルムングの剣、恐ろしい強さだ。コスモの極みを満たせ。ペガサス、お前に私が斬れるのか。どうしたペガサス、このヒルダを斬れるものなら斬ってみよう。
本当にこの剣を使うことによって。ヒルダの魔力を解くことができるのか。できたとしてもそれは。ヒルダ自身も殺してしまうことになるかもしれない。このコスモは。まるでこのゴッドローブの中から語りかけるようなコスモは。オーディン、オーディンよ、俺はあなたを信じる。アテナを救ってみせる。ヒルダ、俺はヒルダを。沙織さんとアテナのコスモが消え去ろうとしている。ヒルダ、答えてくれ。ヒルダ、俺はアテナもこの地上を救うこともできなかったのか。そしてこの手でヒルダまで。俺の希望は消えたのか。沙織さんは、アテナは死ぬのか。この地上は滅びるのか。オーディーンよ、我に力を与えたまえ。このヒルダの罪を償わせ、この命に変えても地上を。アテナを守らせたまえ。ヒルダ、私の祈りが通じれば、まだこの地上は救えるはずです。ああ、沙織さんのアテナのコスモは消えてはいない。いや、それどころか輝きを増していく。
ご無事でしたか。アテナ。セイヤ、みんな。私はポセイドンの魔力に魂を操られながらも全てを見ていました。アテナやあなた方に犯した私の罪を許してください。フレア、あなたにも辛い思いをさせてしまいましたね。お姉様。ヒルダ、あなたこそ私たちよりずっと厳しい試練を受けたのです。その苦しみと悲しみを無駄にしないためにも、これからもこの美しいアスガルドを守ってください。お約束します。アテナ、このアスガルドはよみがえったオーディンローブとともに必ずこのヒルダがどんな邪悪からも守ってみせると。ジークフリート、あなたたちにも誓います。アスガルドの7人のゴッドウォーリアとの死闘の末、7つのオーディーンサファイアを集め、バルブングの剣によりヒルダをポセイドンの支配から解いた聖夜たち。こうしてアテナの命、そして地上の平和が守られることとなり、ようやく聖夜たちにも平穏が訪れたかに思われた。聖夜、アテナは！しかし突然の大津波がアテナを襲い、そのままアテナは謎の敵に連れ去られてしまう。果たしてアテナをさらったのは何者なのか。聖夜たちにわずかな休息も与えることなく、
新たな戦いの幕が切って落とされたのであった。さあ